村やす MFP あてさまクッキーありがとう。バレンタインこのさあ、ヒカルもクッキーありがとう。村さんも BPM もありがとう。クッキーこの背景、周りのバレンタインフレームみたいなのもすごくかわいい。エメンマッチャ飴かな、飴ありがとう。タカさん、サッキーさん、クッキーありがとう。ディアス、猫のチョコかな、猫のチョコありがとう。エアロもなかなか、ダックくんもキャンディありがとう。おおかわいい、ピンクでいっぱいだ。ピンクにしてよかった、かわいい。ダックくん、さっきさん、テンさん、ひまにゃまる、これ飴、あ違うかな、チョコスティックみたいな感じかな。たかくん、さくらさん、こんばんは。ディアスクッキーありがとう。虹色さん、さっきさん、アールさん、たかさん、わっかちゃん、チョコだね、飴じゃないか、チョコスティックなんていうやつどんちゃん、クッキーありがとう。ディアスもチョコスティックありがとう。てぃさん、チョコ猫ありがとうございます。あ、チョコポップ、あかわいい、いいネーミングチョコポップありがとう。チョコポップ、虹色の空、チョコポップアイスブルーの瞳、クッキー、虹色の空、光る、さっきさん、チョコポップ、ダクくんもチョコポップ、全部チョコポップかな。あ、タカさんのなんかあれか、固めたチョコにいっぱい散りばめましたみたいなやつかガラかわいい。ヨッシーさん、なかなか、斎良一さん、山形かかし、こんばんは。たかくん47さん、チョコポップ光もチョコポップありがとう。ちあたん、こんばんは。エアロさん、あ大好きか、大好きチョコかな。さっきさん、裏返すと大好きが出てきますっていうチョコメッセージチョコじゃない、違うそれメッセージチョコ。ダクくん、シロンさん、クッキーありがとう。ヒカル、チョコポップ、チョコポップありがとう。ダクくん、キュン、ヒカル、カラフルタネ祭り、いやありがとう。ボンベ、チョコポップ、ペンマッチャ、チョコネッコちゃん、ありがとう。バレンタインだね、バレンタイン2024。モフピー、カラフルだるま祭り、モフピーもありがとう。おやさん、こんばんは。グアポーさん、こんばんは。14日です。ねえ、このフレームはさ、今日だけなのかな、かわいい。あ、わかちゃんもメッセージチョコ大好き、メッセージチョコありがとう。桃の天ぷら、こんばんは。オリビア、クッキーありがとう。カレーうどん、チョコポップありがとう。ハッピーバレンタインデー。そう、あのさ、トレンド、ご飯粒、こんばんは。あ、アイシングクッキーか、メッセージクッキーというよりは。ティーさん、オリビエ、チョコポップありがとう。そう、ハッピーバレンタインって言うんだね。うん、トレンド1位がハッピーバレンタイン。なんか普通にバレンタインデーとかってさ、あのポストしようかなって思ってたら、でどういうワードチョイスというかみんなバレンタインをどう表現してるんだろうって、こうトレンド見たら、あ、ハッピーバレンタインなのかバレンタインってハッピーバレンタインっていつも言ってたっけって思って、言ってるか、1年経つと忘れしちゃうねハッピーバレンタイン。ゆうやさん、
チョコネコありがとう。ハッピーバレンタイン。カラコンウィーク見ましたか？あ、見ました。この間の月曜日カウントダウン TV でね、初披露でしたよね。見ました。もうラジオ終わって帰ってすぐ見ました。どんな曲だったんだろうと思って。ジュンさんこんばんは。あ、ダクくん、キューピットクマさんありがとう。キューピット可愛かった。え、どんな感じだっけ。タタラタカラコンウインクタタ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 タミュージックビデオも見たん。いやでもカラコンをトレンドに入れてるのはさすがだと思った。うん、ジュンさんチョコポップありがとう。アイシーキュンありがとう。そう、今曲が来た、ちゃんと。そう、タケボーチョコポップありがとう。なんかメンバーみんなカラコン入れてるらしいね、パフォーマンスのあの時。うん、テイテイキュンありがとう。ね、でもさ、きっとさ、コンタクトレンズとかをさ入れたことがない人もいると思うんだよね。目がずっと視力が良くてみたいな。だから初めて入れる子とかいなかったのかなって思った。私はもうずっと目が悪くてコンタクト入れてるんですけど、一番最初に入れた時、あのもう目に何かを入れるっていう動作がなんか難しすぎて、こう怖すぎて、多分すぐまばたきしちゃって、あのカラコンじゃない、そのコンタクトレンズを入れるのに多分1時間ぐらい時間がかかってた時があって、一番最初の時ね、そう慣れるまで。そうだからあの日さ、急に初めて入れるって人大丈夫だったのかなって思った。うん、そう眼科で練習したので、多分1時間入らない人ってあんまりいないと思うから、私相当時間を眼科でかけてしまったなってあの時思いました。うん、中にさこばは酸素のチョコクッキーありがとう。アイジアテノシンキュンありがとう。そうだから大丈夫だったのかな。うーん、もともと土入りのさ、そのコンタクト入れてる子は土入りのカラコンにしてたんじゃないの。うーん、20分ぐらいかけた。20分ちょうどいい。まあ多分平均は20分とかさ、そのくらいなんじゃない、初めての人。1時間どんだけ下手なんだって思った。自分でコンタクト入れる才能ないんだって当時、いつだ、高校生ぐらいかの時。サザビ海海マーティーさんこんばんは。アジノシンチョコポップありがとう。サトシこんばんは。そう、才能がなかった。今はもうアイスブルーの瞳、チョコポップありがとう。ご飯粒チョコポップありがとう。
鏡なしで入れる。そうだね、鏡見ては入れないね。確かに、うんうん、なんか下向いて入れてる感じそうだね、鏡は使わないわ。近いし暮らしの、チョコポップありがとう。シロンさんクッキーありがとね。クッキー、そう、ハードレンズ、ハードレンズ使ってる方すごい尊敬。なんか想像できない。だってさ、だって扱いをさ間違えちゃったらね、壊れちゃったりとかするわけでしょ、硬いから。さっきさんサザビ、チョコポップありがとう。私はずっとソフトですね、ソフト。ソフトは外すときが怖い。どうして、壊れる。だってハードって、あ、弾力はあるんだ。ハードってなんかもうハードがさ、マジであのメガネのレンズみたいに硬いバージョンなのかなと思ってたんですけど、あ、ちょっとは柔らかいのかな。ちょっとハードの経験がないもので、うん、そうなんですか。翔さんこんばんは。ツッチーこんばんは。簡単に取れるんだ。カラコンウィンク、確かにユキリンさんのウィンクはもう最高だよね。アリノットさんこんばんは。ウインク、できるかなできてた、分かんなかったヒカルかわいい、ありがとう。ナマさんこんばんは。ダック君かわいい、ありがとう。やるとしたらこっちかな。モフピー、だるまありがとう。タカさんかわいい、ありがとう。ディアスキーありがとう。なんか上手くなった、なんでだ、全然やってないよウインク。そんなことあるの？開花したのかな？ウィンクの。それか、そのカラコンウィンクを見て、いろんなメンバーのウィンクを見てこう、なんか刺激されてこう、イメトレになったのかも。今イメージが多分鮮明にあるからできたのかもしれない。もしかしたら。今多分ユキリンさんがこう、脳内にいた今。してないよウィンク。あ、こうだよね、確かに。人差し指がいいよね。夢中にさせちゃうとの時、そう、その振りも入ってるんだよね、カラコンウィンクのところに、最後のところかな、よく見ると。そう、こうやってみたいな感じで入ってる。そう、なんかそれは私がその
カラコンウィンクで検索していろんなポストとかを見てた時にファンの方かながそう気づいて投稿していて、あ、そうなんだみたいな、そう、そういうさ考察じゃないけどなんかを見るのが楽しい。でも実際そうなんだろうね、きっとね、本当に取り入れてくれてるんだろうね。テイさん急にありがとう。あとそのあのゆきりんさんのさ解説動画みたいなのもさ月曜日に上がってたので、そう、それも見たりして、あ、そんないろんな意味が込められていたんだなって。ルンルン、チョコポップありがとう。めっちゃ見てるよ、うん、見る。そう、追ってますのでね、 AKB 追ってます。さて今日はバレンタインということですので、ダク君チョコ猫ありがとう。あの月曜日はこちらのね、まだ残ってた月曜日だよね、月曜日って、今日水曜日だよね。おととい、なんかもうおとといに思えない、おとといだよね。そうの時登場したこのハート型のフロランタンね。あ、ルンルンさんクッキーありがとう。いやー、みんなにもあげたい、受け取ってください。食べたい、嬉しい、バレンタインイベント。ヒカルキありがとう、ストンコ誰もありがとう。そう、こうね、これを作ってね持って行ったんですけど、そう。モフピーキーありがとう、手作りだと思わなかった、手作りね。カレンさんも食べてくれた。いや、あのまさかね、そう食べていただけるとは思っていなくて、私もいいんですかってね、こんな私が作ったもので。近いし、クッキーありがとう。近藤さんこんばんは、今日ありがとう。そう、フロランタン、なんかさ、そう、あのフロランタンにしたのも、そのもぐもぐの時にちょっと音がするといいかなって思って、こういうカリッと系にねしてみたんですよ。郵送できますか？そう、まあチョコも音は鳴るとは思うけど、なんかめちゃめちゃ冷やしたこう薄いさ板チョコみたいなのだったら、こうパキッみたいな音がするかなって思ったんですけど、そう、でもこっちにしました。しげかっぱキュンありがとう。トラックエロさんこんばんは。そうなんです、そうだね、そういう生チョコとかね、そういう系だと無音おそらく無音だと思うから、そう、このハート型にできたのも嬉しかったですね。なんかフロランタンって結構さ四角、まあ、なんか四角に作ってって感じですけど、ハート型にしたのがポイントです。ストンコさん、
チョコポップありがとう。あ、トラッケルさんクッキーありがとう。トラッケルさんチョコポップありがとう。ゆるい人々こんばんは。そう、ハート型フロランタ。ナナミンさんこんばんは。でも時間は、制作時間はで、なんかそこまで1時間半とか、なんか2時間とか、なんかそのくらい、そのくらいかも。うん、そう、そんなにいっぱい量を作ったわけでもないしね。うん、ヤシタンさん、チョコポップありがとう。サトポンさんこんばんは。いやー、みんなにも届けたかった。みんなにもお振る舞いをね、できたらよかったんですけど、抽選で。40分割にして受け取りに行きたい。ナナシさん、クッキーありがとう。プレゼントね。ナナシさん、チョコポップありがとうございます。欲しい。ややこさん、キューありがとう。そうで、でね、この配信ではまた別のものをちょっと用意したんですけど、いや、ティオさんこんばんは。あのね、ちょっとまだ完成形じゃないんですよ。もう今からもう一手間で完成するっていう感じなんですけど、今ね、今こういう状態なんです。今こういう状態で、そう、あとこれをね、うまく取り外せるかっていう状態なんです。そう、もうドキドキ。ちゃんとお顔がね、お顔とかお耳とか、こういう足とか手とかね、うまく外れてくれるのかっていう、あの段階なんです。これほんと一番難しいと思うな。フロランタンよりめちゃめちゃ難しいと思う、これ。ちょっと大丈夫かな。なのでこれをやってみます。どう、なんかでもやり方的には普通に、あの、そっと丁寧に外してくださいっていう感じなんですけど、ちょっと外してみますね。大丈夫かな。マジで、でも成功してほしい。これ初めてなんですよ。今から初めて。ゆっくり。いや、冷えてはいる。多分固まってはいる。もう、うん、どうすればいいの。固まりすぎてるかも。あの、シリコンだから多分この素材が、ちょっと溶かした方がいいのか。ちょっと真剣になっていい。めくる感じ、端からめくる感じ。
っと温める。耳からなんか外れそうな感じはあるんですよね。頭から、頭から、頭から、うん、そう、顔の部分、顔の部分の表情がちゃんと、とか、なんとか外れてくれ、なんとかなれ。でも取れそうな感じはある。ちゃんとね、浮いてきてるもん、あの境目が見えないか。浮いてはきている。徐々にいろんなところを浮かして見ています。画面、あー、ちょっと待って、でもお顔がちゃんと、やったー、お顔見える。お顔、お顔見えるってなってる。あちわれちゃんです。そう、ちゃんとおめめとか口とかほっぺとか、あとこの境目、ハチワレの模様の境目とか、お手手も綺麗にできた。ちゃん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 って、かわいい。ハチワレでーす。すごい、結構ちゃんスポって取れたわ。月明かりさん、クッキーありがとう。そう、あのね、ちいかわとうさぎとハチワレって3種類あったんですけど、ハチワレにした。私はハチワレを推しているんで、日焼けしたハチワレ。かわいい、かわいい顔。ハチワレちゃん、チョコポップみたいな感じ。確かにウサギだったら耳の部分むずくっきりわかる。じゃあちょっとまずみんな、みんなに、みんなに、じゃあこの B バレンタイン受け取って、8割たまチョコクッキーありがとう。はーい、パク。もうこれさ、ずっとやってみたくてさ、すごく綺麗にできてるわ、すごい。なんか固めるっていうのが初めてなんですけど、こんなに綺麗にさ再現できるんだね。かわいい。甘い？
チャキベキありがとう。ツヤがいい。ツヤツヤ。じゃあちょっとせっかく綺麗に外せたのに申し訳ないけど、せっかくなのでね耳からタカさん、ざるそばチョコクッキーありがとう。おいしい、滑らかあーお耳がさっきさん、チョコポップありがとう。うん、柔らかい、柔らかいですわ。貴様キューありがとう八王子のたっけさん、チョコポップありがとう。かじられたい。もう一個、お耳。うちわれちゃんが。なんかアザラシみたいな感じ。先生。チョコポップありがとう。マココマキューありがとう。次どこ行こう。今度さん、チョコクッキーありがとう。ニルテサキありがとう。こっち側、でも甘くて美味しい、ほんと。先生、チョコクッキーありがとう。折れた持ち手が、やばい、溶けてきた。溶けてきた。すごい一気に。やばいやばいやばい。ホワイトチョコとか、確かにチョコの色変えてみるのもなんか良さそう。ピンクで作ればよかったかな。青いチョコとか。ザルそばチョコ、チョコポップありがとう。手が温かいのかな。あっという間に。今日は暖かいからね。確かにみんなのところもすごくもう暑いぐらいの方もいったんじゃない。なんか溶けやすいか。
あつぶちゃんチョコクッキーありがとう。春だって感じだった。お、チョコポップランキングだって86位ありがとう。そうだね、チョコがまさに溶けちゃう気温だったね。うん、テンさんペケチョコポップありがとう。ティアスもクッキーありがとう。え、明日も暑いんじゃないっけ。天気はなんかそんなに良くないけど気温が上がるみたいな。あ、やばい。でも残すところあと一口。うん、あっという間の八割ちゃん。美味しかった。ハチワレちゃん、あっという間にハチワレちゃんが、あの棒の部分はあのスティック状のお菓子です。うん、でもすごくあのお顔の部分とか手足の部分が綺麗にできて満足手洗ってきていい。溶けちゃったうん、ちょっと待っててください。ちょっと待っててね。
あ、お待たせしました、チョコ、チョコ取れた、お待たせしました、チョコ取れた、お待たせ、お待たせ、お待たせ、なんかあんなにさチョコなんか手につけてチョコレート食べたの久々かも。幼稚園以来とかなんかそういうそういうレベルで。あんなに手につくことないじゃん、そう普段。本部チョコポップありがとう。あー、くしゃみが出そうで出ない、出なかった。子供みたいな食べ方しちゃった。カッキーさんこんばんは。え、口にチョコついてる、ついてる、これチョコ。え、なんか私さすぐさチョコとかさなんか口についちゃう人なんですよね。絶対つけちゃうの。そうだからさ悩み、悩みなの。なんかもうついてない時ないくらい。うん、だってさついてるの気づいてるならいいけどさ自分だとあんまり気づかないじゃん、なかなか感覚がついてる感覚がなくて。そう、わからない時あるじゃん、もうついてるの感じさせないぐらいさうまくさなんかチョコがさなんかまとわりつくんですよこの辺に。もっとなんか伝えてほしい、ついてるよって、この辺のこの辺の何細胞神経伝えてほしい私に。恥ずかしい、ここについてるよってさ。グーさんゴールド、チョコポップありがとう。そうなの、教えてくれないんですこの神経たちが。うん、グースさんチョコポップありがとうね。そうだからさいつもさなんかロケとかもさ知らない間についてたりしてさえみたいな、恥ずかしいってなる。そう、カッキーさん、チョコポップありがとう、チョコポップ。そうそう、もうさついてる、そうついてるかどうかわからないけどとりあえず拭いとくみたいな時もあるんですけど、それでもなんかうまくさうまくその逃れてるチョコとかもいるわけなんですよね。拭いたそのちょっとした隙間を隙間を縫って残ってるチョコとかもいるから、なんかそういうねそういうのがちょっと怖いね。うん、あまだそこについてたんだみたいな。リザームトさんこんばんは。相馬小太郎さんチョコポップありがとう。にゃんたこんばんは。やり手のチョコ何枚も上手です。うん、相馬小太郎さんクッキーありがとう。梶原さんこんばんは。そうなの、
そういつもこういう状態がいい、こういう自分の顔が見えてる状態がいいですね、うん、私の目にはそういつも常に自分の顔が映ってる鏡が見えてるけど、でも周りからは見えないあ、それいいな、その能力欲しい、うん、そしたらもう怖くないですね。なんちさんこんばんは、うん、そう女性はそうだね、メイクも取れちゃう。ネオさんかわいい、ありがとう。ミラミラの実を食べるとその能力がつく。グーさんチョコ猫ありがとう。これそう猫ちゃんかわいい、猫ちゃん。ガワさん流れ星ありがとう。ミオは相変わらずかわいいですよ。あ、花粉の時期みんなはもう花粉症の症状出てるんですか、うん、出てきてる、私も薬とか飲み始めないとなって思ってる。あ、もう来てるの、へえ、大変だ、やだね。でも私もさ、なんだかんださちょっと症状出るんですよ毎年。うん、妙の写真ください妙の写真、あのもう常に動画はね撮ってるんですけど、そうでもなんかマジでホームビデオって感じすぎて見せるのは恥ずかしいんですけど、もうなんか常に写真は撮ってジップさんチョコポップありがとう。月明かり、流れ星ありがとう。そう私のデータホルダーめちゃめちゃ猫たちの写真あるよ、うん、そう犬も飼ったよ、そう犬もね飼い始めました、ここ数ヶ月、 2ヶ月前ぐらいか、うん、そうだから犬の動画もめっちゃあるそう、まあ、でもそのワンちゃんもなんか保護犬みたいな感じですけど、こう譲り受けた犬みたいな、そう感じなんですけど、そうセッターっていう種類の犬種ですね。名前はオクトって言います、男の子ですバレーボールもそうセッター年齢はまだ1歳になってないね、うん、今5ヶ月くらいじゃん。そうでもなんかクロケンさん、アタックンさんこんばんは。ああ危ない危ない、お皿がまだありました。でもなんか一番最初にお家にそう来た時に、テーマこんばんは、来た時にそのミャオたちとね対面させたんですけど、なんかミャオとか全然怖がってなくて、逆にそのオクトの方があの目を合わせないようにこうなんか
いないふりみたいな態度をしていました。だからまださ赤ちゃんだからさ、そのね犬ワンちゃんの方は、そうそうそう、でもなんか多分そうミャオとかはそう大御所多分先輩風を吹かして、でもねちゃんと声かけてあげてました。なんかニャーってそうお話ししてあげてる感じはありました。なんかニャーってなんかいつもの泣いてる感じとは違う、こう声かけてあげてるような感じ。うん、だからあてまクッキーありがとうだからお姉さんだなって思ったよ私は。うん、ミャンは、うん、そうそう。でも多分オクトはこう初めて見る存在なのかな、きっとね。猫っていう生き物をきっと初めて見ただろうから、なんかこう私はここに、僕はここにいませんみたいな感じの態度でした。ねえ、きっと赤ちゃんだってわかるんだろうね、メホはね。うん。存在を消してる。テーマ、チョコポップありがとう。でもすごく人懐っこい性格だと思うな、オクトは。うん誰にでもなんかワンワンワンって感じかも。うん、そうです、うん。ひのにゃんまるチョコポップありがとう。ハブさんこんばんは。ねえ、でも成長が早いですよね。なんかもう一気に見るたびどんどん一回り二回りって大きくなっていってるので、本当にワンちゃんは成長が早い。月明かり、流れ星ありがとう。ひろにゃんまる、チョコポップありがとう。アリスこんばんは。お、チョコポップランキング75位、ありがとうございますチョコポップ、ハッピーチョコポップ。あ、わかチョコポップありがとう。ディアスもチョコクッキーありがとう。名前の由来は、あの10月生まれなのでオクトーバーから取ってオクトだそうです猫カフェ犬カフェに通うために貯金してる。いいよね、猫カフェ犬カフェ。ヨシオンチョコポップありがとうだそうですいや、お父さんが名付けました。うん、ピキッキーありがとう。ヤリスチョコポップありがとう。爆連パサランさんチョコポップありがとう。シロンチョコクッキーありがとう。グーさんチョコポップありがとう。あ、オクトーバー最初に思い浮かんだのは正解だったそう、誕生日そうだね、忘れないねスカちゃんこんばんは。家で猫カフェ犬カフェだね天然のオクトパス、オクト、うん、いや、
エオチーバー、エオチーバー、猫と犬、ぬこ、チップさん、チョコトーバーじゃないチョコポップチョコポップありがとうあ、聞こえてるチョコトーバーあ、ゴールドさん、光る、チョコトーバーありがとう、リエリアスティーボチョコトーバーありがとうございますのチョコトーバー、でも奥はね、あ、奥って呼んでるんですけどそう、奥、あの正式な名前はオクトなんですけど奥ってね、もうすでに名前が変わってる。そう。奥はあのボールで遊ぶの好きですね。うん。なんかもう使わなくなった柔らかめのテニスボールとかで、なんか一人でこうやって遊んでます、ね。テイテイ、キュー、ありがとう。そう、おっくんっても呼ぶ、そうそうそう、おっくん、おっくとか、おっくんとかもう名前が違うそう、もう原型とどめてないですもはや お座りするよ。ね、名前変わるよね。ミオもさ、ミオチとかね。オクト、オク、オックン。なんかね、奥はすごい足元とかすごいまとわりついてくる、だから歩けない歩けえ、リンリンさん、チョコトーバーありがとう。うん、そうそう、セッターはね大きくなるらしいよ、すごく。どのくらい大きくなるかわからないけど、すごく大きくなるらしい。ザ・大型犬みたいな。そうだね、甘えてるんだねきっと。え、アイタンさん、こんばんは。あ、そんなに50センチ以上、70センチ。
ゴールデンレトリーバーよりどうなんだろう。え？なんかゴールデンレトリーバーも飼ってた時ありましたけど、どのくらい、同じくらいなのかな。セッターにも種類があるのか。まあ個体差もねあるだろうし、オックとは呼べません。呼ぶよ。でもまた大きくなったらさ、呼び方変わるかな。オクトさんみたいな。さん付け。今はまだ赤ちゃんだからこうおっくんみたいな感じだけど。リンリンさん、クッキーありがとう。クト様、そうなんです。もうワンニャン、ワンニャンですね。ワンニャンワンニャン。オクト兄さん。オクトとも。ワンニャンしてます。奥様。もう、ミャオチは殿堂入りですよ。ミャオチ殿ですね、マジで。姫。ミャオ姫。姫です。奥斗王子。ミャオ姫、奥斗王子。あまあまですよ。かわいいな、本当に。姫は寝てると思うよ。姫ね。ちょっとバレンタインソング歌っていいですか。バレンタインなんで。バレンタインソングをね。くしゃみ出そう。くしゃみ出そう。くしゃみ。くしゃみ。くしゃみ出そう。でも出なかった。彼氏のハート
けてみても目立ちはしないから、私ちょっと最後の手段で決めちゃう。バレンタインデーキス、バレンタインデーキス、バレンタインデーキス。リボンをかけてシャララララ素敵にキス、シャララララ素敵に。ワインの色したサンセットパーク、素敵なロマンスしたい。オータリンデュワデュワ、オータリン I love you デュワデュワ。あなたを呼び出すテレフォンコール、気持ちを分かってほしい。オーベイビーデュワデュワ、オーベイビー何いる。とっておきのシャレたチョコレート、それは私の唇、あなたの腕の中、わざとらしく瞳をつむってあげちゃう。バレンタインデーキス、バレンタインデーキス、バレンタインデーキス。大人の味ね、シャララララ素敵にキス、シャララララ。あの日からよ恋のチョコレート、銀紙そっと開いて、気持ちを確かめて、誰もみんな素敵なロマンスしちゃうの。バレンタインデーキス、バレンタインデーキス、バレンタインデーキス。恋の記念日シャラララ素敵にキス、シャラ、シャラララ素敵にキス、シャラララ素直にキス。バレンタインキッスでした。ありがとうございます。渡り廊下走りたいのバレンタインキッス。やっぱりバレンタインはこれ歌わないとね。これ歌わないとね。月明かり、流れ星ありがとう。懐かしい。これカラオケランキングでもランクインしてる。お、この曲も入ってるわ。くしゃみ出そう。あ、ついに出た光る。光るミラーボール。あ、出そうで出なかった。くしゃみが。あ、師匠。カバンの
その手伸ばして男は叫ぶ、女王様愛をください。太陽と愛しさはどこかに出るんで、晴れたり曇ったり日差しは変わる。気のせいかな、君が近づいてくる。後ろの手に持ってるのはありえないミラクル。ようこそはちょっとの奴隷、もったいぶて散らすなよ。ご褒美とかもらえるなら、一粒の涙も見せよう。だって嬉しい、長かった僕の片思い。世界中の孤独なものへ、女王様愛をください。テスト、ドキドキだよ。日常が再現される。今日だけはチョコのトレイ。振り回される僕だよ。君の想い聞けるのなら、今ここでひざまずいてもいい。ちょっと甘くて、ちょっとほろ苦い。その手伸ばして男は叫ぶ、女王様愛をください。チョコの奴隷でした。みんなありがとう、パチパチもありがとう、ギフトもありがとうね、ありがとう。みんながこの曲好きなんだなって伝わってきたいい曲だよね、すごく好きあとは この間かけたスイート&ビター、あったドゥ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 、チョコレートの箱の中並んでいるスイーツの宝石たち、ねえどれにする、チョコレートの一つだけそう紛れ込んでいるのよ、メッセージ、お口に溶けたら私の気持ちが伝わる、照れくさいから言葉にはできないの、まるで秘密のエトセ
セトラ、当事者だけしかわからないこと、周りの人には気づかれないように告白こいて、こんなに楽しいのにどうして胸が切なくなるんだろう、甘くてほろ苦い、ねえこれはどう、もちろん分かってるつもり、シュガーとミルクコーヒーに入れること、ずっと子供みたいね、そう苦すぎると食べられないんでしょう、それでもあなたに選んでほしいのよ、シリアスカカオが分だけ、なんだか瞳閉じたくなってしまう、苦さを分かってる、ねえどれにする、チョコレートほら箱の中並んでいるスイーツの宝石たち、ねえどれにする、チョコレート知られますね、この歌。そう、ちょっと歌詞の意味の裏の裏までこうね探りたくなるような歌詞です。クラッシャーラブチョコクッキーありがとう。あとバレンタインソングなんだ、お願いバレンティーヌとか、お願いバレンティーヌチョコをください、クラスメイトに青のすみか。今でも青が澄んでいる、今でも青が住ん、あ、チョコの行方なんだっけ、なんだっけ、え、なんだっけ、チョコの行方って歌ってみて、なんだっけ、あ、SKE さんの曲だっけ、あー、なんかなかった気がする、鉄なのか、かわいい曲、応援曲。こんばんは。
お願いバレンティーヌさ、 A メロ B メロどんなだったっけって今すごい歌ったことあるっけ私、なんかあんのかな、あった、思い出せるかな、一生で何回くらい好きな人に出会えるのかな、こんなに切なく苦しいのは彼が最初で最後でしょ、学生服のその背中に声をなければいいなんて第三者は無責任で、あんなにいっぱいチョコをもらった彼が遠くに見える、お願いバレンティン愛をください、もしも答えがどうでも構わない、告白しなきゃそうよ、ハートが破裂しそうなのよバンって、お願いバレンティー思い出したい、こんなに好きで息もできないくらい、何をしてでもチクチク胸が痛んだ日々を、ねえ片思いも捨てたものじゃない、ロマンティックなスリル、お願いバレンティンチャンスください、部室へ向かった踊り場の途中で、今日は特別そう告白で、みんなに紛れながらそうと、お願いバレンティンチョコをあげたい、気づかれないようにすれ違いざま、こっそりバレンタインで、バレンタインで、バレンタインで、グッドバイ。
グッドラック。グッドラックで終わるっていう。ありがとう、パチパチ。パチパチありがとう。マジで SKE のねチョコ曲もいいし、 HKT のチョコ曲もいいし、うん、え？あれ？あ、光る！びっくりした！ありがとう！ありがとう光る！あ、グーグーえ、好きだって。スキクマ？スキクマタワーかな。ありがとう。スキクマ。ありがとうね、ヒカル。サプライズ。サプライズだった今。スキー。スキー。ありがとう。かわいいクマさん。すごい優しいブラウン。優しい色味のクマで可愛い。ありがとう。本当だ、ハート持ってる。逆チョコ？逆チョコ。やったー。この間のね、そのラジオでもさ、男子生徒からね、女子生徒と女子女性の先生に逆チョコってね、お話あって、あー逆チョコもやっぱりあるんだって思いました。どうだったんだろう、気になる。ありがとう逆チョコ。いやそんなクラスなかなかないよね。うん、いいエピソード。チョコポップ57位ありがとうございます。ありがとう。ねえ、みんなはチョコ食べたのかな？どうなんでしょう。8割チョコ。8割チョコ美味しかったな。ダック君キュー、ありがとう。ウインクの曲なかったっけ、なんか他に。あ、ウィンクは3回とかか。ウィンクは3回。あ、ヘタッピーウィンクか。チョコもらった？チョコいただきました。おお、チョコ。寂しい、寝たいよ。あ、そのウィンク。え、ヘタッピーウィンクめっちゃ久々だな。ウィンクなんだっけ、どんな感じだっけ。でも歌ったことはあるから覚えてはいるはず。
ストレートにぶつけたらどんな顔するでしょう。泣きたい、さっきまで普通のクラスメイトで言ったのに、あなただって困るはず。シリアスに告れば周りの目もあるでしょう。あなただって戸惑うし、ラピッツァウィッグ、誰にも知られずにその心をノックしてリアクションを参考に、愛は時にくさ両目で合ってるよね。あれ違うっけ最後はできるんだっけ。あ、だよね。あれ最後も両目だよね。あれありがとう、パチパチ。ダック君、キュンありがとう。やばい、めっちゃ久々だったな。なんか愛の手みたいな。あ、最後はできるんだっけ愛の手の部分がめっちゃ覚えてた。ウィンク、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 ラビソウィンク。愛の手はすごく覚えてた。そう、そこ。懐かしいね。なんかさ、あのなぎちゃんのソロコンの時に
のすごくイメージがあるこの曲、うん、めちゃめちゃその思い出があるわ。大粒ちゃん、チョコポップありがとう。あ、チョコトーバーか。うん、そう、寸劇、寸劇に私がその出たんだ。そうそう。タラタタタラタタタタラタタタラタタタタタラタタ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 ラタラタラタタタラタラタラタタ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 。いやー、いいなー。なんかもうもうさ、本当にさ、無限にさ歌いたい曲がたくさんあってさ、いいよね。なんかどんどん次これ、次これ、次これって、待って、ずっとさ、もうこの48グループの曲歌っちゃう、歌えちゃうし、歌えちゃう、うん、あの曲もいいよね、この曲もいいよねってなって、そう、ずっとずっといける。うん、ウィンクは3回、ウィンクは3回ね。いや、お付き合いいただきありがとうございます、いつもね。ボレーボレーみたい。でも最近の曲、最近の曲ってもう入ってるのかな。最近のシングルの曲、私歌ったっけ。なんかじゃなかったらはさ、まだ歌ったことない、多分この配信で。どうしても君が好きなは歌ったことあるっけ。どうだっけ、あるっけ、ないっけ。私がただ家で歌ってただけ。歌ったことがあるなっていうのは。この場ではないっけ。山形かかし、クッキーありがとう。ポンさん、クッキーありがとう。でもいい曲だよね、どうしても君が好きな。え、ないっけ。でも自信はない。え、歌ったことある気がするな、この場でも。ある気がする。何っけ。君がいるとぎこちなくなってしまうよね。僕は僕じゃなくなって自己嫌悪に陥ってしまうんだ。白いシャツがなぜかいつもより眩しく見えて、逃げ出したくなるよ。恋はいつでもある日突然、心の中で鳴る警報器みたいに、目の前の愛しさに立ち止まることしかできないのか。水平の向こうの君に向か
しても君が好きだ。なんか歌ったことある気がするな。もし君と出会わずに生きていたらどこを歩いてるだろう。僕ももっと僕らしく何を知らなし夢でいられたのか。誰にだってなんて言えるよな。飾ることのない T シャツでいたいな。踏み切りを渡ろうとしたら遮断機が降りてきて。そこにいるのに何も気づかない。君のまんまで風に乗ってきっと聞こえるだろう。愛車両に遮られたで僕の言葉を届けたいよ。いつだって君が好きだ。どうしても君が好きなでした。ありがとうございます。ありがとう。ちょっと2番怪しめでしたが。いい曲よねこれね。アイドルなんかじゃなかったらって入っているのかしら。アイドル、アイドル、あれも入ってないかも。ないですね。アイドルなんかじゃなければだっけ。アイドルなんかじゃなかったら、いや入ってないですね。アイドルなんかじゃなければ好きだと伝えられるのに初めての愛しさ。そんなに出てられない。もう全てを捨てたっていいと。あと少し勇気があればステージと見降りて普通の子になれたみたいな感じだね。
あ、チョコポップランキング52位、ありがとう。52位。残念。でもいつか入るだろうね。時間差なのかな、結構。ね。ゆいゆいのセンター曲。リアス、クッキーありがとう。ありがとうございます。うん。いやありがとう、本当。早いわ、時間が。うん。ありがとうございます。楽しかった。バレンタイン。バレンタインありがとう。ガル結婚して、ありがとう、結婚して。ナク君もクッキーありがとう。ね、ハッピーバレンタイン、一緒に過ごしてくれてありがとうございました。あ、わっか、キューピッドクマさんありがとう。ありがとうね、わかちゃん、ありがとうね、嬉しい。ではランキングを読んでいきますね。13位から、13位がひのにゃんまるです。ありがとうございました。ひのにゃんまる13位、おめでとう、ありがとうね、また来てください、待ってます。12位がグーさんです。グー、ありがとうございました。グー、どうもどうも、楽しかったよ、ありがとう。私も楽しかったよ。シュシュシュ。そして11位がオニール大佐です。ありがとうございます。オニール大佐11位、グーさん、またね、またね、ありがとう。そして10位がテーマでした。テーマ第10位、ありがとう。今年もバレンタインありがとう。仕事早く終わってよかった。あかりん好き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 と言ったら好きだと答えて、今日も可愛かった、ありがとう。 Thank you。 お疲れ様、今日バレンタインって忘れてた。楽しいバレンタインありがとう、よかった、間に合ってよかった、よかった。忘れちゃうよね。第10位テーマでした。9位がメンマッチョです、ありがとうございます。9位、9位、メンマッチョありがとう。バレンタイン気にしない男の子に愛のって、ありがとう。バレンタイン、ハッピーバレンタインだからね、うん、ありがとうございます。宮内と奥との、あ、宮内奥とのツーショットはなかなか、どうなんでしょう、激レアかもしれない、うん。ありがとう、またね。8位がテンさんでした、ありがとうございます。8位、ここへと笑顔の声に癒されて、チョコレートありがとう。あかりん大好き好き、大声で叫んでる。たまには俺にも大好き返ししてくれるか、ウインクしてほしい、リアタイしようとバレンタインなんで意味深な理由で定時で上がった、明日なんて言われるか怖い、手作りのフルランタン郵送で送ってほしい、カリファミリーの奥くんと宮内の写真もよろしく、カラオケ行きたい。でもじゃあ読むのに必死で、じゃあよ、もうすぐさ流れていっちゃうから。必死に追ってる、追ってるの。そう、もういっぱいいっぱい要素がありすぎて。どれに対してコメントすればいいのかってギュッてギュッて、うん、確かによくこんなすぐさ打てるね、すごっ、え、すごい。でもね、伝えたいことがいっぱいあるって嬉しい。下書き
下書きしてくれてる、ありがとう。下書きありがとうね、よかった。てんさん8位でした。7位がさっきーさんです。ありがとうございます。さっきーさん、今年はバレてありがとう。大型新人の奥お写真ください。そっか、いい写真撮れるかな。大型新人、下書きなし今ね、今書いたのねすごい奥、一気にみんな奥が広まった、みんなの間にありがとう。7位さっきーさんでした。そして6位がタカさんです。イエーイ、タカさん6位、おめでとう。パチ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 、楽しいバレンタインで一緒に過ごせてよかった。あ、楽しかったね。私もすごく楽しかったよね。ありがとう、本当に今年も一緒に過ごしてくれてありがとう。感謝感謝感謝。第6位タカさんでした。ありがとうございます。そして5位がダックくんです。イエーイ、ダックくん。第5位おめでとう。最高のバレンタイン配信ありがとう。イエーイ、8割チョコお届けしましたフロランタン、え、買ったの。美味しいよね。みんな普段食べるかな、フロランタン。でもあるよね。うん、いや私はもう昔から大好きなんですけど、フロランタンね。でも作ったの初めてかも。安彦チョコポップありがとう。5位はダックくんでした。そして4位がディアスです。イエーイ、ディアス4位、4位ありがとう、おめでとう。姫推しです。動画編集してDVD 販売服も髪型も可愛い。曲以外も候補あったの。あ、バレンタインソング。あ、でも結構あれはもう究極かもしれない、下書きです今日の髪型ね、私も好き、なんかポニーテールみたいな感じなんですけど、ちょっとアレンジが加わってて、またあの写真載せますね。うん、そう、お気に入りなんです今日。そうそうそう、ありがとう。そして第3位が先生でした。イエーイ、先生あれ大好きです、楽しかったです。フルランタン本気で欲しいね。8割のチョコもったいないぐらい可愛かったね。逆チョコ治療、うん、魔法のように、あ、筋肉と取れるんだ。筋肉硬くなる、うん、リフレッシュできなかったので切り替えて練習頑張って、お、覚え直したいです。あ、公開ね、抽選ね。綺麗な景色の場所、この時期、はあ、この時期、犬のお話、あ、犬の奥田のね、頑張ってる、ありがとう。綺麗な景色、この時期、この時期ね。なんかもう景色ってなると本当青葉山からのさ、その仙台城跡からの景色を思うんですけど、でもなんかこの時期、あ、この間でも遠いかな、ちょっとなんかロケでたまたまその帰りに立ち寄った道の駅からのなんかね、その山あいの景色がすごく綺麗だったんですよね。夕暮れ時だったんですけど、でもちょっと遠いなそこは。そう、南三陸の方だったんですけどね、あの黙々ランドのところなんですよね。黙々ランドって言ったらわかるかな。そう、ちょうどそう、黙々ランドの場所のからの眺めだったんですけど、でもあれ時間帯とかもあるかも、夕焼けだったとか、うん、黙々なだからもっとね、街中とかの方がいいよね。どこだろうな、景色でもなんかどこからでも。そう、最近ね、やばい、めっちゃ語っちゃいそう、後で話す2位がわかちゃんです。ありがとうございます、わかちゃん、イエーイ2位わかちゃんありがとう。
毎年あっかりに手作りお菓子食べたくて仕方ない食べてくれるの。フロランタン買いましたね。美味しいよねフロランタン。嬉しい、買ってくれたんだ、一緒に食べてくれたんだね。23歳になったよ、おめでとう、おめでとう、ハッピーバースデー。私みたいな大人にそんな、私みたいなのはそんなダメよいやいやいや、でもおめでとう、23歳か、感慨深いね。うん、いいね、希望がたっぷり詰まっているね。おめでとう。そっか、2月生まれ、2月生まれハッピーハッピーバースデー、ケーキのキャンドルを一息でさあ吹き消せよ、君のためのハッピー始めよう、ハッピーハッピーバースデー、作戦は大成功、誕生日覚えてたのさ、ほら大勢の友達が歌ってる、君の頬に涙サプライズ、おめでとう。あ、若ちゃん、またまたキューピッド、そんな、ありがとう。いやおめえ、ほんとおめえ、めでたい。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディア若ちゃん、ハッピーバースデートゥーユーおめでとう、おめでとうね、嬉しいよ本当に、いつもいつも、いやこっちがいつも嬉しいんだよ本当に、ありがとう若ちゃん、ありがとう、おめでとう。よかった、楽しい一年、また私も一緒に過ごしたいな、過ごしたいな。そしてゼロポジ1位がヒカルでした、イエーイ。ヒカル1位、バレンタイン配信ありがとう。おかげさまで今年も楽しいバレンタインデーとなりました。もし生まれ変わったらインヌか猫にいろんな名前で呼ばれたいえ、インヌか猫なのそうなの、嬉しい。イベントの登録わかるのかな、なんだか、そんなことないでしょ、ポジティブにいこう、当たってる当たってる、いや私も祈ってるよ、当たってくれ当たってくれ。うんね、あのスキクマさんタワーもありがとう、キクマさんタワーありがとうね。いやでもあのその100人よりもあの解放したからね、増えるから、あの前も前の放送でも言ったと思うけど、そう関係者席もあの部分も加えたから、だいぶ最初のその100人よりはだいぶ増えてますよ席数、うん、だいぶ増えてた、そう103人その3人分とかじゃない、3人分関係者席3人分いやもっとだいぶだいぶ増えてました、うん、そうそう、だからこうどうにかこうにかしてね、一人でも多くの方が入ることのできるようになんか配置とかそう多分考えてくださってそうそうそう関係者がいっぱいいらっしゃったのかしらと、いやもっと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 だよ、うん、そうそうそう、音席とかはない、音席とかはないですよ
見切れ席もないですよ多分。ちゃんと見えますどの席も。関係者さんの席もあるけど。柱が目の前にあってもいい。いや劇場、劇場、劇場。いや当たってほしい。もうみんなみんな笑顔になってほしい。当たってほしい。当たってくれ。当たってくれ。音漏れ。うん、ねえ、いや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 、いやマジでマジで当たってくれ、当たってくれ。うん、ねえありがとうね、ほんとテルポジ第1位ヒカルありがとうございました。タワーもありがとう。タワーそっか、もうそうだよね、県外からの方は予約とかもねしてますもんね。そうだよね、うん、いや当たってくれ。キャンセルできん、なんかさそういうのってさキャンセルそんなできないんだっけか、1週間前とか、あもっと、キャンセル料がかかる、へえ、多分私あんまりそういうね、そうなんだね。え、2週間前で 30%？ マジ？すごっ。あ、2週間前なんだ。へえ。そうなんだ。メアド間違えてなんか不安です。ああるあるだよね。まあホテルにもねよるだろうけど、月曜日休む気も。まあ確かになんか3日前とかね、なんかそのあたりからこうかかってくるのかなってこうイメージがある。そっか、早いところはもう2週間前ぐらいから関係してくるんだね。そっか、うん、いや当たってほしい。あ、46位になってた、ありがとう。チョコ当番、チョコ当番ランキング。あ、夜行バスはキャンセル難しいの。へえ、そうかそうか。そうだね。あ、黙々なんだ。黙々なんだ。でも本当あの自然豊かなね場所なので、まあその私が行った時間帯は本当夕方4時とかのそのくらいだった気がするけど、全然日中とかでも綺麗な景色だと思うな。うん。道の駅ですね。いやでもなんか本当に遠いからさ申し訳ないよ。うん、仙台駅からって考えるとね。観光ね、みんな観光考えてくれてるよね。そうだよね、ありがとう。半月休んで堪能したい。
ね、お土産、お土産グッズ当たってくれ。ちいかわランド、ちいかわランド、そっか仙台にあるもんね。仙台遠い、ナッキーナッキー。タイヤ変えて弾丸で行く。あ、気をつけてね。お天気、もう出てるの25日の天気って。そうなの、寒い。だってさ、今週とかも来週もさ、割と暖かい日さ続きそうみたいな感じなのに、また寒くなるんだ。なぜなぜもうこのままなんか十何度の日が続くのかなと思ってたんですけど。だって来週も19度とかあるよ。それなのに。あ、すいません、止まりました。やばい、もうめっちゃ止まらないわありがとうね、本当にみんな。天気もな、少しでも良くなるといいね。せめて曇りぐらい、あといいね。ありがとう、本当にみんな。楽しいハッピーバレンタインでした。ハッピーハッピーハッピーでした。ハッピー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 、本当にありがとう。猫ミームめっちゃ好き、すごい見てる面白いよね猫ミーム猫、あ、嬉しい。あ、みんなも知ってるの猫ミーム。チピチピチャパチャパ、ルビルビダバダバ、ラケコミフフフル、ドゥ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 。私さ、猫ミームってあのなんかね、猫の素材を使ったなんて言うんでしょう、あれ再現 VTR みたいな再現動画みたいな、なんか人を猫に置き換えて動画を作って投稿するみたいなのがなんかもうめちゃめちゃ流行ってて、そうよく流れてくるんですけど、それの素材が可愛いんですよ。で、すごい、嬉しい、みんなも知ってるんだ。やっぱそうだよね、あんなにバズってるもんねそうで、あの私がなんかいろんなんか定番のね、よく使われる素材がなんかまあいくつかあるんですよね。6つか7つぐらいね、これは絶対出てくるなみたいな素材があって、あの一番好きな素材が、これ共感してくれる人いるかな、犬のなんかめっちゃ笑ってる素材、あはははみたいな、みたいな犬がめっちゃ笑ってる素材が私一番好きなんです、あれ猫ミームなのにその犬の素材が一番お気に入りいや、ハッピーハッピーハッピーは可愛い、可愛いし、もうあれはもう第1位とかじゃない、素材人気1位みたいな感じだなって思うんですけど、それも好きなんですけど、犬の笑うあれがめっちゃ好きみたいな嬉しいヤギもね、あれ面白いねヤギの素材とのほうっていう猫の素材がもうセットみたいな。いや、見てみてください、まだ見たことない方はぜひ。猫ミームウケるウケるとかってハッピー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 、嬉しい、みんなも知ってくれてた猫ミーム
いや上手なんですよね作る方みんな。いや TikTok、 まあ、TikTok が多分走りなんですけど X とかにも流れてくるな、うん、あー面白い。ショート動画でもある。そうそうそう。流行ってますね。流行ってます。いやまた猫ミームトークしましょう。ありがとう本当楽しかった。また話そうね。今日は本当にありがとうバレンタイン。またね。みんなありがとう。今日もゆっくり休んでね。ありがとう。うん、おやすみ。おやすみしゅー。バイバーイ。だね、ありがとね。